さんこんにちは。くずはおせい。はい、かほらおむせいです。今日はただいまの時刻は何時ですか？11時27分。二人とも今お腹空いていませんか？はい。お昼飯を食べに行きましょう。イエーイ。ただし今日はいつもと違いますよ。何でしょうか？海外のチャンネルでめちゃくちゃ流行ってるレッティングパートインフロントビューディサイドワッツーヒートチャレンジっていうのがすっごい流行ってて、何をするかっていうと自分の前の人が選んだものを食べる。カホセイはマックに行ったら常にハッピーミールしか頼みませんが、違うものを食べなきゃいけないコーヒーだったら嫌だ。本当はね、丸一日それをするっていうチャレンジみたいなんですが、ちょっと朝はバタバタしてたので、お昼からチャレンジしたいと思いますよ。ドライブスルーの定番といえば、マックドナルド。ということで、マックドナルドへレッツゴー。何やってんの？楽しい。よし、ドライブスルー行くよ。じゃねー。パパは何が欲しい？まあやっぱりポテトは絶対欲しいですね。あとはハンバーガー、アンガスバーガー欲しいですね。カホセイはハッピーミールだよね。でもチキンナゲットでさ、ミルクでさ、変なソースでさ、やだ。神様にお願いします、ハッピーミール欲しいの。だけどさ、誰をさ、ワイにするか決められるよ。そうだね。まあ、なるべく大きい車がいいね。ファミリーバン、家族が乗ってそうな車だよ。バンなのに一人用とかだと超がっかりだね。お父さんがコーヒーをただ買いに寄っただけっていうパターンがあるからね。それでパパとママだけしか飲めないじゃん。うちがめっちゃお腹空いちゃうじゃん。子供が乗ってるのが理想だけど、そんなに簡単にいくかわかんない。絶対でかい車で、ね、パパにかかってるかね。そうだよ、パパだから。マクドナルドが見えてきました。駐車パックス、まず一回ちょっと駐車場に。今ファミリーカーや、行くんだ。ここじゃいる。あれ、ファミリーカーじゃなくなった。ダメだ。じゃあ一回ちょっと様子見で。ファミリーカー乗ってない？あの人並んでる。どうする、あの水色の車の後ろに入る。でもベビーカーってことはちょっと赤ちゃんすぎるかな。そうそうそう、俺たちさ、ちなみにね、お兄さんです。あ、いや、子供は乗ってない。お、違うね。これも乗ってないの。ここまで吟味していいのかしら。あ、なんか乗ってそう。でもドライブスルーじゃない。ベンツが来たよ。高級車の後ろに乗るっていうのはどう？ BM の後ろは？でもこれも入ってる。わかんない。後ろ乗ってるよ、誰か。行こう行こう。パパ何やってんの。 BM の後ろにつけますよ。ドキドキするね。ほら、後ろから手が出てきたよ。絶対子供乗ってる。イエーイ、ハッピービールかな。頼むよ。Can I get the just? Is that the same order as the person in front of me? You want the exact same order as them? Yeah, we, yes. We are doing YouTube video. We are doing for, yeah, please proceed. Okay, no problem. Thank you. Thank you. 何が出てくるかな。めっちゃ楽しみなんだけど。あの、皆さん、トラウが良いんです。ちょっと注文焦った。いや、だってただでさえドライブスルーに慣れてないのに前の人と同じくれって意味わかんないよ。まずここでお会計をして向こうでもらうかね。怖い怖い怖い。いくらいくら？$39。おー、いい値段じゃん。ちょうどいいんじゃない？いつもマック来たらそれくらいだよね。なんか取りレシートな。あー、レシートめっちゃ長かったよ。レシート長かったね。あ、来た。一袋？いや、多分まだある。ハッピーミールは？二袋目が来たよ。ハッピーミール来い。おー、いや、ハッピーミール。でもハッピーミール来ちゃったらいつもと一緒か。なんか揉めてるぞ。なんか違うのが入ってるんじゃない？多分。ただそうすると俺らのオーダーはどうなる？何でもいいよ、うちは。マネージャーが出てきた。マネージャー長い。またまた。でもハッピーミールじゃない。ハッピーミールよりちょっと大きいお兄ちゃんたちなのかな。はい。はい、飲み物。
なんだろう。飲み物2つだけもしかして。何の飲み物だろうそれ。いや作ってくれた。結構大きいオーダーだったのかな。それか変えたから。同じやつだから変えないと。1番にリザーブドで待っててくださいって言われました。はい、オーダーが時間かかるんですね。これ絶対コーラかレモンティー。これがレモンティーだ。それか違うものだったの。もしかしたら前の人が俺たちの YouTuber バッチ知ってて俺たちにプレンクするかもしれない。ぐらいになる。Thank you。 ちょっとパパ見ないで。じゃあまずジュースから。はい、どうぞ。ありがとう。私こっち。でも節約からね、4人乗ってたけどジュースが2個っていうね。みんなでシェアするんじゃない。これがミディアムで、これがラージ。レモン、姉ちゃんの大好きなレモンティーだ。絶対コーラ。パパが先行ったじゃん。絶対コーラ。知ってる。レモンティー。レモンティー。やったー。こっちの袋から行ってみましょうか。最初僕ナゲットです。ナゲット。10ピースのチキンナゲットが出てきましたよ。ピンポンみたいな。何それ。ベシカッコラップだね。チキン&ベーコンラップだね。まあ美味しそう。ソース、ソース、スイート&サワーソース。バーベキューは絶対バーベキューなんだけど。なるほど、違う。まあ、つけないで食べたらいい。え、チェ、何それ。お、フィッシュって書いてあるね。ハンバーガー。ビデオフィッシュ。ポテト。みんなで食べれるもの。なにそれ。ポテトとこのハンバーガーの魚を合わせてこんな感じ。カナダのマクドナルド、先週からフィッシュ&チップス始めました。タルタルがあります。これは多分カホセイ好きなんじゃないか。いや、結構当たりじゃない。え、これで全部。全部、うん、よし、じゃあいただきましょうか。いただきます。じゃあカホちゃんラップに挑戦してみますか。そこの矢印のとかプチプチプチってして。この家族って魚を好きだね。魚とチキンだね。ビーフが一個もないね。ガブッと。うん、魚の美味しい。それチキン、チキン。あれ、ドルルルルルルル。おー、いったぜ。あ、トマトが出てきた。あかり。普段は自分が食べないものを食べるからいいね。これちょっと誰か食べてみて。フィッシュ&チップス。ポテトがついてる。どう。あかり。やったー。でもティッシュとチキンとマヨネーズが多いね。じゃあ食べてください。はい、ありがとうございます。はい、ね、いい人。お腹満たされそう。足りないってことはないか。多い。じゃあよかった。次はおやつかな。はい。じゃあおやつね。おやつにはスターバックス。コーヒー出てくる可能性があるからハードル高いんだけど。まんまコーヒーだったらカホとセイは飲めないね。なんかおやつも食べたい。ケーキポップとか、クロワッサンとか。あー、いいね。スターバックスのドライブスルーにやってきましたよ。ただし今問題があります。車が1台も入ってこない。誰か。このスタバやった相性潰れんじゃないの。このスタバ潰れると思う。誰もいないんでちょっと違うところ行きます。あれ、いないじゃん。誰も、誰もいない。もう誰でも行くよ。あの人行く。行かない。入る。入ると入んないじゃん。何言ってんの。 Can I have the same order as the car in front of us there? Please.入る？入ない。入る？入った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 。二人っぽい。トヨタ。ないと思う。お姉さん。多分そうだ。あれ、Can I get the exact same order as the person in front of me? Thank you. さあ、何をゲットするんだろうか。あ、なんかもらったぞ。一個だ。あれ。さあ、何をゲットしますか。楽しみ。コーヒー。何何何何何だ。コーヒーミルクみたいなものだ。1個だけ。
グランデアイスラテバニラウィズソーイライトアイスだそうです。こだわってますね。これ美味しいんじゃないか。どうぞ。甘い。あ、甘いコーヒーみたいな。意外といけてます。母ちゃんたち初コーヒーじゃん。私は初じゃない。パパが飲んでるのなんだか。大人っぽい。あんまり甘くない。スタバのいわゆる甘ったるい感じじゃない。結構気に入ってる。スタバ渋いな。うん、渋い。他に何もなかったね。あとケーキとかついてたらよかった。どうでした？またやりたい？やりたい。意外と面白いよね。グッドさん、チャンネル登録お願いします。バイバイ、また見てね。なんて言ってんじゃねえか。